今日の一問一答ですね。福祉サービス分野、地域密着型サービスという単元になります。次の記述は正しいか誤りか答えを。問題。認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の負担により、当該事業所の介護従業者以外のものによる介護を受けさせることもできる。認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の負担により、 当該事業所の介護従業者以外のものによる介護を受けさせることもできる。というふうにありますが、これは誤りになります。認知症対応型共同生活介護っていうのはこれグループホームになりますけれども、これは月定額制の包括サービスになるわけですね。月定額制の包括サービス。まあ、どういうことかといったら、その事業所の中で、 まあこういうサービスを提供しますよっていうものが決められていて、それを全部提供するという前提において、込み込みで月いくらというふうにですね、定額制になっているわけなんですね。ですから特定施設であるとか、特用であるとか、老犬であるとか、まあそういったものと同じイメージになりますね。月定額制で、まあこれをやるということが、まあ、決められているということですね。ですので、 その前提において介護報酬というのが決められているわけですから、まあ、他の事業所のスタッフさんにお願いするといったことはできないということになっているわけですね。その事業所の中で提供する必要があるということです。で、このグループホームっていうのは、まあ、基本的には2ユニットになります。一つの事業所は2ユニット制になっているわけですね。一つのユニットというのが、まあ、5人から9人になるんですけれども、これは2ユニット。 持てるということで、まあ、18人ですね。9たす9で18というのが、ま、普通ですね。ただし、まあ、例外としてですね、あの、法改正によって2015年度から、まあ、どうしてもですね、事業余地の確保が難しいといった場合は、3ユニットまでは持てるというふうになっております。最大で3ユニットまでということですね。そういうふうな、ま、例外規定というものも、ま、改正によって設けられておりますので、まあ、その点も合わせて押さえておくといいかなと。 いうふうに思います。で、このグループオームっていうのは、まあユニット制ですので、まあユニットごとのにこういろんな考え方というのが取られているわけなんですが、このグループオーム計画っていうのがあるわけですね。認知症対応型共同生活介護計画と言われるものですけど、この計画というのもユニットごとに立てるということになっています。事業所で一個作るとかじゃなくて、ユニットごとに作るわけですね。 でその計画を作成する人のことを計画作成担当者というふうに言いますが、これには条件があるんですね。で、まず条件の一つとして何があるかといったら、認知症介護実践者研修というものがあります。認知症介護実践者研修。まあ、いわゆる実践者研修と言われているやつですね。これをけ、この研修を終了した人じゃないと、この計画作成担当者にはなれないという、まあ、こういうルールがあるんですね。で、これがまず一点ですね。で、そして、 まあこのグループホームというのは1ユニットのところもあれば、2ユニットのところもあれば、まあ3ユニットのところもあるわけですね。でまあ1つだけのところ、2つのところ、3つのところとあるわけですけど、最低1つのユニットの計画作成担当者は、これは介護支援専門員資格を持っている必要があると、こういうルールがありますので、ですので、例えば2ユニット制のグループホームであるならば、どちらかの 計画作成担当者は介護支援専門員資格を持っているる必要があるとで3ユニット制の事業所があるとすれば1つのユニットの計画作成担当者は必ず介護支援専門員の資格を持っている必要があるということですね。こういうルールがありますので、まあ、これも合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。ということで今日の問題ですが認知症対応型共同生活介護事業者は利用者の負担により当該事業所の介護従業者以外のものによる介護を受けさせることもできる。 というふうにありますが、これは誤りということになります。今日の一問一答の解説は以上です。